皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、やりたいことがたくさんありすぎて全部が中途半端になる教室の先生の悩みを一瞬で解決するたった一つの方法。なんか長いテーマになっちゃったはい、ということでお話をしていきたいと思います。このテーマをですね、話をしようと思ったきっかけは、最近やりたいことが多すぎて全部どれもうまくいかないっていう、クライアントさんの相談が立て続いたからです。はい、なのでちょっとこれは話しておかなくてはいけないと、そういう形でお伝えする。要はその時に私がその方に何をお伝えしているのかっていうことをお伝えしようと思って、はい、こちらの動画を撮っておりますので、ご参考にね、聞いていただければというふうに思っております。はい、それでは本題に入っていきたいと思います。まずですね、やりたいことがたくさんあるわけですよね、その方はね。で、ちょこちょこつまみ食いをして、全部うまくいかない、前にも進まない、どちらかある、もうどうしていいかわからない、パニックになるみたいな、そんな感じですよね。で、その悩みを一瞬で解決するたった一つの方法ってね、言ってますよね。魔法みたいな感じなんですけど、これ何だと思いますか？はい、これはですね、もうズバリ一つです。それを整理してくれる、正しい答えをくれる人に相談して、切るべきものは切ってもらうという作業をしてもらうのが一番早いです。だいたいですね、ありすぎて順番もつけられなくてごちゃごちゃになって手に余る人って、自分の本当の本心が自分で分かんない状態になるわけなんですよ。で、それを引いた目で見る人は、いや、これやんなくていいんじゃないですか、これやんなくていいんじゃないですかっていうことで、事実を中心に判断できるんですよ。感情が入らないから。ここは結構ポイントですよ。事実を中心に見る、感情が入らないから。で、大概執着してうまくいかなくて手放せない理由っていうのは感情なんですよね。大体はい、感情なんですよ。だから感情が入ると、本当にそれが今将来に向かって必要なことかどうかっていうことの優先順位が、いやでもこれはって言ってね、捨てがたいとかっていう風になるから、感情が入るとそうなります。だけど、例えば私がお話を伺うと、じゃあ実際にね、お話を伺っている順番とかをちょっとここでね、再現していくんですけども、まず最初に伺うのが、1年後から3年後ですね。どういう状態になっていたいんですかっていう、そのぐちゃぐちゃな状態はさておきですよ。1年後から3年後、要は未来で自分が手に入れたい姿はどういう姿なんですかっていうのを聞きます。そのぐちゃぐちゃはまずはね、解決しに行かないです。まずは解決しに行かない。どういうで、ね、ごちゃごちゃだって思ってる人は一緒に、私のこの問いかけに一緒に、そうですねって思って聞いてみてください。ごちゃごちゃになってる人はね。で、とある方は、例えば私も今回自分のね、家をリフォームリノベーションしてますけど、自分が思う、快適な、サロンというか一戸建て買いたいみたいな感じ。じゃあそれってどれぐらいかかると思いますかみたいな雰囲気ですよね。例えば2000万とか3000万とかするじゃないですか。本当の小手でもっと高いですよ。地域とエリアによるっていうところなんですけど、そのエリアだと大体それぐらいでいいんですよ。3000万もあればいけるでしょうみたいな感じで、じゃあそれを何年後にやりたいかなんですよね。10年長すぎませんか、体そんなに頑張ってられますかとかっていう世界。じゃあこれを5年とかに設定しましょうっていう話にすると、600万ぐらいが、ね、6530じゃないですか。600万ね。そうすると、600万貯められるような仕事の仕方をしなきゃいけないっていうことになるので、規模として1000万から1200万欲しいですよね、という、例えば年収ですよ。もうちょっと上でもいいけど1500万とか、例えばですよ。で、そうなった時に、じゃあ1500万年に稼ぐにはどうしたらいいのっていう世界になっていって、
10万円の、ね、商品を10人に売って100万です。10万円の商品を15人に売ったら150万、でそれを10ヶ月やれば1500万、12ヶ月だったら1800万とかになるわけですよね。っていう大きい数字で今分かりやすく言いましたけど、要はそういうことなんですよ。じゃあ例えば何か叶えたい夢があって、それにお金が必要だったら、そのお金を稼ぎ出すというのもお仕事の一端じゃないですか。でそうすると今のこのケースにおいては、その高額単価の商品を中心に口座を組んで残していかなくてはいけないということになります。でその方のケースの時には高額口座も持っている、定額の口座も持ってます。で定額の口座を手放せない理由っていうのは、長年の生徒さんがそこにいるからっていうことで。でもその方の今の課題は時間がないなんですよ。で高額の口座これ以上伸ばせません、定額の口座にも手がかかってます。どっちかをどうにかするしかなくって、家が欲しいという方に振ったらお金を稼がなくてはいけないという方に振るので、その楽しくねやってる生徒さんと絶対に家を切ろとは言わないけど、手間がかからない方法で運営できないかっていう、運営方法を変えるとかっていうやり方か、誰かリーダーを作ってその人にお願いして、で自分はただ単に参加するだけの楽しい人になるとかっていうやり方だってあるわけじゃないですか。だから優先順位は何なのかっていうのを決めるときに、まあ、その大きな未来のことから、まあ、決めていくことになるわけですよね。で同様に、今度逆にライフスタイルを重視する場合にはどうなるかっていうことですね。まあ、これ違う方のケースなんですけど、例えばライフスタイルを重視する場合には必ずしも1000万とか2000万を稼ぐことが幸せじゃない場合があります。なぜならば、扱っている商品である程度の売上高が見える場合、それが対面なのか物販かによって違うんですけれども、その量が超えると自分の時間の取られ幅がすごく上がっちゃうということになる方の場合には、家族の時間を優先したいっていう要望が強い場合にはですよ、家族の時間はこの時間を取る、だから先に時間を取ります、ここからこの時間は仕事をしない、週末は仕事をしない、 OK です。その上でチャレンジできる一番最高額を狙っていけばいいわけですよね。例えば家族4人で沖縄旅行行きたい、はい100万ですとかね、家族4人で、まあ、じゃあ海外どっか行きたい、300万欲しいとかね、いやいいんですよいいんですよ、どれでも。だからその必要な、自分が夢を叶えるのに必要な、まあ、金額がありますよね。でそれのギリギリのところをどう狙っていくか、当然少ない時間で動いて単価が高い方がいいわけですよね。その価値ある仕事を果たして自分はできるのか、でそうじゃない、いっぱい抱えてる仕事は本当に今の自分に必要なのか、将来すごく時間が取れるようになって再びそれを手に入れることはできないのか、今は手放すことはできないのか、そういうのね全部チェックしていくんですよ。まあ分かりやすいのはお金と時間の切り口からだいたい切っていくと、感情が邪魔する場合に二択になります。そのこちらの夢に向かって動いていく方で、どうしても引っかかるものが、感情にまつわるような事象がそこでブレーキになる場合に、どっちかを取る、感情の方を取ってはいけないとは言いません。そっち行ってもいいですよ。だからこっちの夢を叶えるのにえらい時間かかるかもねっていうことを自分が把握する、だから全部自分が決める必要があるんですよ。で私はアドバイスはします。こっちを選ぶとこういう道が見えて、こっちを選ぶとこういう道が見えるよ、今の状態はどっちにしてもどっちにもいけないから、どっちかに振ろうっていうことです。で選択を躊躇する方っていらっしゃるんですけれども、コインで決めてもいいぐらいの勢いです。選択は決められない人は、私は決めるんで大丈夫なんですよ。秒速で決めるから、秒かかってない時も多いけど、もうそれこそポーンってやってコイン投げてパッてやって、裏だったらこっち、表だったらこっちで決めても、人生ってそういうふうにやりきるって決めたらどっちが出ても後悔しないっていうデータがあるぐらいの話です。はい、だから迷ってるっていうのは実は自分で迷わせてるだけなんですよ。幻想です、幻想で。だ本心が分かるのが面白いのが、二択の時ですね、面白いのが、決めきれないとかって言うから、もうどうしようどうしよう言うから、じゃ決めないことには動けないから、分かりました、じゃあ私が決めます、
私が決めたらそれに必ず従ってくれますかって言うとね、一瞬ひるまれますね、大体。そしたら自分で決めようかな、自分で決めようかなみたいな感じで、そうすると本当の答えが出ます。で、場合によってですよ、こういうケースも面白いんですけど、 A と B があって、じゃあ私が決めますね、はい、じゃあ A にしてくださいって言って、本当に A なんだってその人が自覚した瞬間に、先生待ってください、私 B で行きますとか言って、そこで本当のことが分かるんですよ。私 A でも B でもはっきり言ってどっちでもよくて、だってその人が納得すればそれでいいと思ってるから。で、そのきっかけを与える仕事はできるんだけれども、決めるのはご本人なんです。で、その時に自分で決めたっていう状態を作らなくてはいけないので、整理の仕方が、夢に対してね、お金でいくのか時間でいくのか感情でいくのか、まあ、大体この3つが多いかなっていうところですね。で、ポイントは、迷って迷ってどうしようもないんだったら、信頼できる、そこの感情論を抜きにしたところでの俯瞰で見ることができるタイプの人に相談するっていうのが多分いいと思いますよ。感情論を抜きにするっていうのがポイントで、だから第三者の方がいいです。どっちかっていうと冷静に見てくれるから。家族も、まあ、相談してもいいけど、家族は家族の情とか考え方とかがありますでしょ。あと友達は友達の友情的なものとか、その人を知っちゃってるがゆえに言ってしまう答えとかあるでしょ。それがその人にとって良くないって分かってても、なので、相談する相手を間違えないっていうのももちろん大前提でとっても必要なことなんですけど、悩んで進めないぐらいだったら冷静な第三者に決めてもらって、その人が言った言葉に従うって言ってもいいぐらいな感じで、も整理して前に進んだ方がいいです。はい、結局止まってるってことは何もしてないのとほぼ一緒なんで、はい、どっちかに動いた方がいいです。まあ、場合によっては3つとか4つとか5つとか選択肢があるかもしれないですけど、で、その時には知っててほしいのは、必ず痛みが伴う、痛みが伴う、そういう状態になってしまったらですよ。そうじゃない時だったら、楽しい選択、これでもあれでもいいやっていうワクワクで選択は痛みなんか伴わないです。大概やりたいことがありすぎて手に余って、しかもパニックに陥ってごちゃごちゃになるっていうレベルだと痛み伴います。大概私も何度も決断をいろんなシーンでしてきた時に、痛みも一緒に受け入れて前に進んでます。大概痛みっていうのが、心の痛みと、あと経済的な痛みと両方ですね。もしかして今はそこまで心配してないですけど、今まで定期的に入ってきたお金、お給料とかね、例えば会社員からの転職だとなくなるとかっていう恐怖、まあ、そんなに恐怖には感じてないんですけど、どうにかなると思って最悪だからアルバイトでもいいじゃないですか。うちなんか例えば目の前にイオンがあるんですよ、ね、雇ってくれるくれないよう分からないけど、時給1100円 の、 レジ打ちとかはできるかもしれないじゃないですかとかね、まあ、そんなこと言ってる前にネットで別に売りますけど、商品、今の私だったらだから本当にゼロになる恐怖と打ち勝つんだったら、もう決めた道をやみくもにがむしゃらに進むしかないんですよ。その速度を早めれば手に入れる欲しい成果はすぐ手に入るっていう感じになりますので、そのあたりですよね。だから結局誰かに相談した方が早いっていうことです。信頼できる人に。で、決める、同時に覚悟、痛みも一緒に受け入れる、そこで人って初めて成長するので、まあよくね、流した涙の分だけ成長するっていうふうに言いますけど、まあ私も大抵いろんなことを決断するときに、その裏では泣いてることもありますよ、うん、まあ人には見せないですけどね。結構しんどい辛い思いもしてきたこともあります。うん、だけど進むと決めているので進むだけです。そうやって人は自分のね、例えば決めた道とか目指した道、どうせ人生そんなにね長くないんだから、人間の人生なんてね、100年とか言いますけど、元気でいる100年とも限らないわけだから、まあ、そういう意味ではね、決断を早くした方がいいっていうのが結論です。はい、ということで、まとめていきたいと思います。やりたいことがたくさんありすぎて全部が中途半端になる教室の先生の悩みを一瞬で
解決するたった一つの方法、それは信頼できる人に決断をしてもらうことになります。そうするとそこでね、だいぶクリアになってスッキリすると思うので、悩みすぎててどうしようもない人は聞いてみてください。はい、ということで頑張ってみてください。それでは。